井先生こんにちは。はい、こんにちは。はい、3月13日、はい、土曜日、ドクタークリスティンペイジさん、はい、この方は、うん、チャクラへの道で、はい、世界で有名な方なんですけれども、ね、チャクラのね、はい、はい、あと、氷室奈美さん、はい、ファイヤーセルフとか、はい、守護霊の絵を描いて、はい、はい、この方々と、10時から17時までという、はい、長いワークをしていただくんですけれども、はい、先生はチャクラと、はい、ハイヤーセルフに関してどのように思われてますか？うん、そうですね、まずチャクラの概念っていろんな角度から話されているので、まあ、いろんなその知識また情報を持っている人も多いと思うんですけど、僕の中でチャクラっていうのは人生と切り離せないものなんですね。人生とダイレクトにつながっている、まあ、エネルギーセンターでありポイントであり、このチャクラが詰まれば人生も詰まるというぐらいに、このチャクラっていうのは重要なんだけど、だけどあまり実は知られていなかったり注目されていなかったりケアされていなかったりっていうのがすごく実は多いなっていう印象があります。なので今回ね、そのやっぱりチャクラがどれだけ人生にまたは僕たちにとって大切なものであるかということについてのお話、そしてまたそのハートチャクラというふうによく皆さんも知ってると思うんですけど、このハートチャクラが開かないでハイヤーセルフだったり高次の存在とつながることは絶対にないことなんですね。なのでやっぱりそういった意味でも高次とつなぐ大事なポイントであるハートチャクラに関してもちょっとお話ができたらなというふうに思ってます。うん、はい、日本人が開いているチャクラというのはどこですか？はい、うん、そうですね、日本人はねやっぱり勤勉なんですね。勤勉なのでこの勤勉さって第一に現れるんですね。うん、つまり7つのチャクラのうちの一番下のチャクラになります。第一チャクラが開いている人が全てではないですけど多いです。はい、その代わり第3のチャクラとかどうですか？はい、第3のチャクラ、第7のチャクラは皆さん霊的なワークを結構やられている方も多く、開いて、まあ、もちろん完全ではないんですけど開いている人が確かに多いという言えるかもしれませんが、他のチャクラをおざなりにしちゃってる部分程度もちょっと否めなくて、そうすると完全に安全に開くっていうことができなくなるんですね。でいて結局この下のチャクラが開かれていない状態でこっちばっかりこっちばっかり、つまり第6チャクラとか第7チャクラを開こうとすると、そうするとアンバランスを引き起こしてちょっと精神的に病んでしまったりすることもあるんですね。というよりも危険なことがあります。なのでやっぱりチャクラを開発していくとか活性化していくっていうのは、正しい知識とやっぱり正しい、あえて正しいと言います、正しい知識と正しいやっぱりこうトレーニングの仕方または、扱い方っていうのが大事になるので、そういったところでねちょっと学んでいただけたらというふうに思ってます。はい、なるほど。うん、あとですね、はい、この統合とチャクラ、はいはい、例えば今回、うん、チャクラを見つめることで統合するということは、はいはいはい、お願いできますか？そうですね、統合って言い方を変えるとやっぱり学びなんですよね。うん、要するに人生をマスターすることになります。うん、統合すると、うん、でいてチャクラにもそれぞれ独特の学びっていうのがあるんですね。うん、第3チャクラと第4チャクラの学びは違うんです。うん、なんだけれどもそんな風にそのそれぞれのチャクラに向き合っていくことによって何を学んでいかなきゃいけないのか、自分の何が足りないのかっていうのが見えてきたりするので、ちょっとそんな角度からワークをする、その統合という学びに、つながっていくようなことをできたらいいなというふうには思ってます。うん、はい、そしたら当日は、うん、まあ、もし時間に余裕があれば、はい、みぞおちのチャクラと、はい、ハートチャクラと、はい、あとこう日本人って遠慮しがちなところがあるので喉、はいはい、ここまでよくギュッと詰まってる人がいて、なかなかこう本音であったり自分にとっての真実を表現できないっていう人が多いんですよね。はい、ここ開くとうわーって出ます。あ、そうですか。はい、人の悪口も出ますか？出ます。最初はあのね、最初開く時ってどうしてもね荒くなりがちなんですね。でだんだんそれがこう洗練されてくるみたいな、そんなイメージです。はい、そうなんですね。はい、で先生は、うん、クリスティン・ペイジさんと一度お会いしたことがあるんですよね。はい、どんなイメージですか？もうね、第一印象というか短く、表現してくださいっていうんだったら実直な人です。うん、もう裏と表がない人。うん、つまり裏では本当はね、ふんとか思ってるのに、うんうん、表面ではねとか言ってることがない。すっごいそういうところが信頼できる方だなっていうふうに思いました。なるほど。はい、
なんか私としては、はい、日本の並木先生と、はい、でまあヨーロッパ、うん、アメリカで有名なクリスティン・ペイさんが、はい、こうチャクラについてお話しして、そして、はい、チャクラから癒していくってことを、うん、とっても楽しみにしています。あ、はい、本当に僕も楽しみです。はい、なかなかねチャクラのみを扱うとかチャクラから入っていくって今までなくはなかったんですけど、あまり実はなかったんですよね。あ、そんなにしてない。ここに来て、うん、なんかこう原点回帰って言い方はちょっと変な言い方ですけど、うん、チャクラってさっきも言ったようにとても重要なので、うん、やっぱ改めてこうチャクラの重要性とか大切さっていうのをみんなが知って生かしていけると、うん、本当に自分の体ももちろん健康になりますし、うん、人生の質も向上するんですね、うん、はい。当日、うん、例えば後日、はい、自分でできるワークみたいなのも教えていただけますか。はい、もちろんです、もちろんです。はい、簡単にできる方法。皆さんやりましたね、はい、じゃあ次にですね、はい、氷室奈美さん、はい、はい、で氷室奈美さんは、はい、守護霊やハイヤーセルフ、はい、そして前世をお話ししてるんですけど、うん、先生はこれまでも、はい、ハイヤーセルフの話はずっとしてらっしゃいましたよね、はい、そうですね、ハイヤーセルフとつながっていくための1:1ワークだったりとかそういったこともしてきました。でいて結局統合するっていうのはこの肉体にハイヤーセルフをグラウンディングさせるってことなんですね。でその肉体を持ったままハイヤーセルフという高い意識で生きるっていうのが目を覚ますということなので、まあ、結局ベースでお話ししてるのは常にハイヤーセルフの話なんですね。ハイヤーセルフもしくは宇宙意識、大いなるアイアンプレゼンスとかいろんな言い方があるんですけど、その部分です。はい、ハイヤーセルフとつながるとこれまでと違ってどんないいことがあるんですか。うん、まずね、ハイヤーセルフとつながるっていうのはこの小さい脳、頭の中の脳の意識領域ではない、いわゆる宇宙意識っていう大きな意識とのつながりっていうのがこう接続されるんですよね。つながって接続される。そうすると今まで、捉えることができなかったことが捉えられるようになったり、感じることができなかったことが感じられるようになったり、見えなかったものが見えるようになってきたり、もうね、様々、もう簡単に言うと世界が変わるんですね。でいてやってくるアイデアもここから小さな脳から絞り出すではなく、すごくもうたくさんのあらゆる可能性の領域からこう下ろしてくるような、そういう壮大さに変化していくことになります。だから物事が簡単になっていくし、やろうと思ったことがスムーズにできるようになっていくし、なりたいものには何でもなれるっていつも言っている、うん、この条件が自分の人生の中に起きてくるようになるんですね。そうするとハイヤーセルフとつながるというのは、はい、こう私自身では、うん、想像もつかないような、うん、すごく大きな宇宙の図書館を持ってるような感じでしょうか。はい、あ、そうです、そうです、そうです。だから本当にハイヤーセルフとして生きるっていうことは宇宙が一緒に自分と動くってことなんですね。そうするとこの2日間、うん、チャクラとハイヤーセルフというすごく重要なところから、はい、今までの、うん、その切り口とちょっと違った統合を皆さんと一緒にできるスペシャルってことですよね。そうですね、まさにそんな感じになります。でやっぱりこうワークをしていく中でいろんな角度からやるって僕は大事だと思うんですね。統合という僕が教えているメソッドのやり方もあれば、違う方がやっているメソッドもあって、である時は僕がやっているのはすごく OK って感じたり、またはある時は僕のは全然でもこの人のはすごくいい感じがするなって感じたり、その時々でも違うと思うんですよ。でも結局これから風の時代で共同していく時代の中で、あらゆる人がライブ発信をし、それを本当に自分でちゃんと自分軸に立ってチョイスして役立つものを取り入れていくっていうことができるようになると、もうこれすごい世界が広がっていくなっていうふうに感じるので、こういうコラボっていうのすごくいいなっていうふうに感じてます。今回はここはちょっと結構深い、はい、明るく楽しく深い学びを、うん、そうです。もうね、楽しくやるってすごく大事なことなんですよ。スピリチュアルなことだからってこう眉間にしわ寄せたりとかやるのはもう古い時代のやり方なんですね。それが間違ってるとかいけないではなくて、楽しくやった方が成長が早い、進化が早いってこともあるんですね。だからそういう部分を皆さんとこうシェアできたらなというふうに思ってます。はい、では先生、その当日よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。皆さんお楽しみに。